もっともっと世界ウーマン。この番組は世界で働く女性たちを応援するポータルサイト世界ウーマンがお送りするポッドキャストです。世界ウーマンファウンダーでオランダ在住の藤村ローズと、事務局のマカオ在住の周里子と、ナビゲーターの本田理沙の3人が世界で気になったニュースと世界ウーマンのコラムから楽しくおしゃべりします。こんにちは。最近納豆にタバスコを入れて食べている本田理沙です。今日もローズさんと佐藤さんと楽しくおしゃべりしていきたいと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。いや、はい、タバスコ入れるんだ。私あのタバスコのまだ良さがわからない、人類的な感じなんですけど、本当に、タバスコはね、あのピザにかけると美味しいですよ。とてもよくね、ピザに、はい、ピザに、かけてらっしゃる方見ますけれども、あの何がいいですかね、タバスコ。酸っぱい、酸っぱい、辛いところ。そう、いやでも、納豆に合うの、タバスコは。めっちゃ合うの。あのしかもタバスコはそう、タバスコって辛いより酸っぱいじゃん、結構。でその酸っぱい辛い、その奥にちょっとニンニクみたいな感じの香りが結構納豆に合うんですよ、意外と。私ね、でも私むしろ里子さんめっちゃタバスコ好きな人だと思ってた。そうね、好きそうだよね。そう、ラテンな感じかしら。そう、そっちにショックだった。あれ、タバスコダメなんと思ってましたけれども、でもなんかね、あのテレビで県民賞かなんかで見たんですよ。鳥取だったかな、はい、なんかその、スタミナ納豆っていうなんかメニューがあるらしいんですよ、給食に。でそれは納豆が嫌いな子も食べられるようにって考えられたメニューらしくって、ひき肉と、その引き割り納豆とちょっと隠し味にタバスコが入ってるみたいなことをやっててですね、本当にタバスコみたいな。ちょっとひき肉ないからとりあえず納豆にタバスコ入れてみようかと思って食べてみたら美味しかったんですよ。そうなんだ、まあなんか刺激と刺激でなんか相殺するみたいな感じ、いや私どちらかといえばそんな納豆得意じゃないから。あ、そうだったんだ。そうなんですよ。別にタバスコ好きでもないけどね、まあ、意外と勇気がいりますね。じゃ試しにやってみてください。私もちょっと意外な組み合わせだったんですけど、すごく美味しかったですね。その酸っぱさが逆に、あの納豆って意外とほら豆だからさ、ちょっと甘みがあるじゃないですか、噛んでると。言われてみたらある気がする。そうそう、なんかそれと合いますね、意外と。そうなんだ。やってみようじゃあ。どのくらいの量かけるの、ちなみに。あ、まずはあの 1,2 滴ぐらいパッパって入れて、でも最近私ハマってるからもうちょっと入れちゃうんだけど、最初はそれぐらいでいいと思います。はい、そしてさらにあの付属のあれも入れるわけね、はい、そのタレ、醤油、はい、タレも入れますね。ほう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 、分かった、やってみる。はい、からしは入れてないですけど、あ、なるほどね。はい、合いますね。試してみてください。はい、はい、なんか他になんかないですか。私あの学生の頃とかちょっとマヨネーズ入れてみたりとかして食べてたんですけど、納豆に。いや、私たちほら結構初心者だから、納豆、西日本の国の民だから、あんまり強くないよ。そうだそうだ、最近なのよ、食べれるようになったの。そうだそうだ、そう。そう、あ、でも私もどっちかというとなんか海外に出てやっぱ日本のなんか健康なものをそうなのよ、たまには食べにゃぐらいな、そんな感じで食べてます。そうなのよ。そうでした、そうでした、初心者なんだ。あ、そうでしたよね。あの、じゃあよかったら、はい、あの気が向いた時にやってみてください。はい、わかりました。はい、それでは今回ニュース持ってきてくれたのはローズさんですね。はい、はい、あの、まあ、今回ね、そのニュースのページっていうわけじゃないんですけれども、まあ、はい、10月も半ばになってきましたけれども、先週ノーベル賞2023年度の発表されましたね。ありましたね。もうそんな季節ですか。そうなんですよ。やっぱりね、文化の秋なんですかね。はい、文化の秋ですね。そうですね。で、なんとなくこうニュースを見てると、こう女性の受賞者が出たみたいなニュースがいくつか読んで、それで見ていたら、3つの部門で今年女性が受賞してるのがとても気になりました。はい、教えてください。どの3つか。具体的にはですね、
経済学賞と平和賞と生理医学賞になります、はいはいうんはい、で、ノーベル経済学賞の受賞者の方は、うん、アメリカ人のゴールディン教授なんですけれども、この方は、はい、男女の賃金格差の要因や労働市場における女性の役割などを研究してノーベル経済学賞に選ばれたそうです。はい、で、次は平和賞ですね。こちらの方はイラン人の方です。はい、はい、イランで長年女性の権利擁護や死刑制度の廃止などを訴えていて、現在は刑務所で服役している人権活動家のナルゲス・モハンマディ氏が選ばれました。なんかすごいちょっと今情報量が多くて、なんか1回で多かったね、うん、1回で飲み込めなかったんだけど、刑務所にね、そうそうそう、で、最後の生理学医学賞ですね。こちらはまあ私たちもおなじみの新型コロナウイルスのワクチン開発で大きな貢献をしたカタリン・カリコ氏ら2名、まあ、もう一人の方は男性なんですけれども、はい、うん、一緒に受賞となりました、うん、ということで、まあ、あのノーベル賞は、全部で6つですね。今あのご紹介した3つの他に、はい、物理学賞、科学賞、はい、文学賞の6つがあるんですけど、うん、そのうちの半分に女性があの受賞したって、なんかすごいな、女性の時代が来てるなって思いました。うん、そうですね、行っちゃいますかね、そろそろね、我々本気出しちゃうかな、そう、はい、行きましょうか、本気出しちゃうかな、そろそろ。いやでもね、本当に力が湧いてきますよね、うん、こういうニュースがあると。今回 ね、日本の受賞はなかったっていう話ありましたよね、確か。あ、そっかそっか、うんうん、日本人なるかみたいなところあったけど、結局誰もっていうところだったんですけれども、確かに、うんうん、女性視線で見てみるとなんか嬉しいニュースだったなと思います。うん、でね、なんかまたこの研究内容が結構女性のなんかこれからにも私たちにも役立ちそうな内容なので、うんうん、ちょっとじっくり読みたいなって思いましたね。いや、いいですよ。あのあれですよ、最近のあれ見ました？中田敦彦あっちゃんの YouTube 大学、これからその日本の再生ね、日本がこれからどうやって再生していくかっていうのに、うん、で言うと、うん、もう女性の活躍で、それを女性とか、あとはまあその今まで男性メインであったその働き方をマジで国とかね、会社がサポートしないとやってられないよっていう、それにフューチャーした動画になってますから、これはね、うん、拡散していい動画ですよ、どんどん。あ、そう、なんかまだあっちゃんのイメージしかないから、私の中ではだから、あれ、うんうん、そういう感じの方だったっけっていうところからなんか入ってしまうんだけど、でもあのうん、シンガポールに住んでらっしゃる。そうそう、移住して、そうそう、移住してね、やっぱなんか変わってきたよね。うんうんうん、うん、の人もなんか、うん、いや、でもいいよ、やっぱりなんかその政治とかテレビとかでは結構まあさ、確率的というか、まあ出てくる情報なんかリソース同じなんでしょうねみたいなところしかないけど、今回のはやっぱり結構ね、うん、あれだよ、女性問題とか扱ってる人たちがね、にわかにこう色めき立ってね、さあみんなこれを拡散してくださいみたいな拡散していこうみたいな、うん、そんな感じだったし、非常にいいあれだったよ、うん、そう、だからやっぱり経団連のおじさま方はちょっともうちょっと世の中目を向けた方がいい、よくてよみたいな感じのさ、本当ですね、本当、なんかまあ女性たちは自分がまあ日々そこにこうね、向き合ってるからあれですけど、うんうん、そういう本当あのおじさんたちに見てほしいですね。本当そうなんだよね。そしたらね、多分みんな楽になる、その人たちも楽になるし、うん、良くなると思います。うん、いや本当にね、でも起承転結というか、その論理が非常に明快で、うん、とっても分かりやすかったから、うん、本当にみんなが見ていい動画だと思います。うん、分かりました、ぜひ。はい、でこの何度も概要欄で貼っておいてくださいね、リサさん。はい、任せてください。はい、よろしくお願いします。はい、ではそれではですね、今回のコラムご紹介したいと思います。はい、はい、今回のコラムは2023年9月20日公開、アメリカハワイ在住の戸木谷美月さんが書いてくださったコラム、看護師国際サミット開催までの道のり、
2イベント開催で学ぶリーダーシップというコラムからおしゃべりしていきたいと思います。はい、はい、はい、そう、みつきさんね、大きなイベントを控えてるんですよね、開催を、うん、そうですね、私のね11月、うん、みつきさんのコラムはあの結構ね一貫してて、海外で働くナースとしての、うん、なんか経験などもいろいろシェアしていただいてるんですけれども、うん、今回はこの大きなイベントでの開催にあたってですね、まあ、リーダーシップについて書いてくださってますね。はい、はい、そうですね、はい、そう、でも本当みつきさんに出会うまであんまり私国際看護師っていう仕事を認識してなかった、うん、で私もそうよ、うん、やっぱりなんか日本の感覚で言うとやっぱ結構医療とかって言葉大事だから、うん、本当すごい難しい、海外で働くのは難しいと思ってたけど、うん、よく考えたら特に英語の国とかだと、まあね、あの体を扱うのはこう世界人種とか違っても一緒ですから、うんうんうん、一旦こう知識とか技術を身につけたら意外とこう世界に出やすい仕事なのかなと思うようになったんですよね。そうですね。あと思ったよりやっぱりその看護師としての働き方の幅ね、いろんなタイプがあるっていうのも、そう、ね、初めて知ったし、トラベルナースってみたいなさ、やっぱりね、うん、看護師じゃないと本当全然わからない世界だったんですけど、国内でもわからないけど、と海外でもね、みつきさんでも幅が広がりそうだよね、そのやっぱり意外、国際看護師としての働き方だと本当に、うん、そう、なんか自分のプライベートとかとか、あと夢とか、うん、もうなんか両立できそうな仕事だなって、意外とこう生活も安定させながら、うん、だなって思うんですよね、うんうん、意外とやっぱり私自身がその看護師さんとのつながりがないっていうのもあって、なんか、うん、みつきさんがこの世界ウーマンのコラムニストさんとして、あの国際看護師っていう職業であのいらっしゃるのを見て、あ、そういう方いらっしゃるんだってすごい珍しいんじゃないかなと思ってたんですけれども、まあ、実際はね、うん、そうやって働いてる方他にもたくさんいらっしゃるそうで、で、まあ、今回はそうそうそう、ね、意外といるのよ。そう、知らなかったですね。私はみつきさんがなんかもう一人ですごく頑張ってるのかなぐらいに思ってたんですけれども、横のつながりをね、うんうん、サミットができるぐらいのすごい、うん、あの人数の方がいらっしゃるんですね。で、まあ、今回は、まあ、サミットの運営としての立場に立って気づいたら30名ほどを抱えるチームのリーダーになっていましたという話でした、うん、大変よ、30人はね、え、30人ってね、でかいよ、本当に、うん、もうそう、なんか私の身近なところで言うと、やっぱ小学生の30人まとめるのも大変ですけど、大人の、あ、そうね、そう、大人の30人も大変だなと思いますよ、これ。そうね、まあ、どっちも大変そうですね。そう、どっちも大変、どっちも大変だな、うん、だからもう、そう、つまり30人って大変だなっていう思いますよ、本当。そうですよ、約1クラスですからね。そう、うん、そうですよ。で、そうですね、まあ、私のね、なんか結構あの話になっちゃうんですよ、私の話になっちゃうんですけど、うん、まあ、一番最近リーダーやったなっていう記憶をちょっと思い返してみたんですけど、うんうん、まあ、もうすごい小さな規模の話になっちゃうんですけど、うん、まあ、今年の3月に子供のあの保育園のあの卒体の会計のリーダーになったんですよ、私。ほうほう、はい、卒業対策、卒体って何、あ、対策、うん、卒業、なんかその謝恩会やったりとか、あとアルバム作ったりとか、おお、でそれにかかる、お花用意したりとか、あのそれにかかる会計の部門があったりとか、うん、でそれをのリーダーになっちゃって、あのじゃんけんで負け続けてですね、それでリーダーにそれ言わなくてもよかったかな。すごいじゃん、でもじゃんけんね、もうすごい、もうだからなるべくしてなったのかなと思ったんですけれども、うん、はい、うんうん、でもそれでも私含めて会計は3人だったんですよ、たったの、うんうん、はい、でもそれでもやっぱりこうリーダーっていう、なんだろう、重圧というか、私がなんかちゃんとできないとうまく回らないし、うん、どうやって指示しようとかすごいなった時は考えてたんですよね、うんうん、でも意外となんか、うん、まあリーダーってこう指示することだけじゃないんだなってその時思ったんですよね。
結局ね、なるほど、はい、その卒隊の、活動はですね、まあ、実際は1ヶ月ぐらいの活動だったんですよね。お金集めてみんなに返し、うん、買った人にはその生産して、で残りの余ったお金はみんなにちゃんと返して返金してみたいな作業だったんですけれども、うん、まあ、それが1ヶ月ぐらいで、でも実際このチームのメンバーに私が具体的に、はい、あなたはこれして、はい、あなたはこれしてっていうようなことはしなかったんですよね。それよりかは、いついつまでに集金しましょうとか、なんかそういった具体的な判断の方が多くて、うん、で今これこれこういう状況になりました、うん、でこのあとこういう作業が必要ですみたいなことを話したら、もうみんながっていうかメンバー2人しかいないんですけど、なんか率先して、あ、じゃあ私これやります、うん、私これやりますみたいな感じでどんどん回っていってですね、具体的な指示をせず、全てがうまくいって終わったっていうことがありました。だからリーダーの役割って、うん、あ、指示することだけじゃないんだなみたいな、それよりかはなんか結構判断することの方が多かったなっていう気持ちがありますね。はい、いやでもそれはね、リサさんがね、道筋を立てるのと情報共有が上手だったからなと思うよ。そうだよね、それで、ね、だから2人は多分判断しやすかったなと思う。あ、じゃあ次これだなみたいな感じで、私これなら動けるなっていうのがあったんじゃないかな。だから非常にそこは例えばすごく重要だと思う、リーダーの役割として。すごい、私もそれ思いましたね。本当に情報のシェアの仕方とか、うん、まあ、そういったところでなんかリーダーの役割ってなんか思ってたのと違うんだなと思いましたね。なんか本当はさ、なんかコロナだったからそんなにママ友同士仲良くないっていうか話したことなかったんですよ。だからあなたこれやって、あなたこれやってっていう指示出すのすごい嫌だなと思ってたんですよ。言いにくいよね、うん、そうそう、嫌だなと思ってたんですけども、はい、うまくいってよかったなっていう出来事でしたね、うん、あ、でもそれはすごい、ね、いい成功体験、はい、素晴らしいです。はい、でしたね、はい、すごく学びがありました。そうよね、はい、なんかなる時はなんかそれこそじゃんけんに負けでもしないとなんかなかなかなる勇気もないですけどそうですよ、やってみたら意外とうまくいったりね、なんとかなったりするし、うん、間違いなく勉強にはなる、うん、自分の成長にはなりますね。そうですね、うん、本当に良かったですね。さとこさんなんかはリーダーとかね、自分がなったりすることもあったと思うんですけども、はい、過去になんか、あ、はい、こんなリーダーの人良かったなみたいなお話とかありますか？そうですね、やっぱりリーダーの重要性が、やっぱり一番感じるのはやっぱり困難に直面した時ですよ、うん、困難とか、うん、やばいとか、やっぱりそういう時に、うん、まあ、頼れるべき存在というか、そのなんていうんですかね、自分がやってて正しいのかなって思っていても、やっぱりリーダーがその前進してる姿を見せてくれると、うん、あ、ついてこみたいな感じでさ、あ、これで進んでいいんだみたいな感じには思うよね、うん、だからやっぱり、うん、そこのやっぱり歩み続ける力だったりとかは、うんうん、あとはやっぱりその困難に対して逃げないっていうところの姿勢をちょっと見せてくれると、うん、やっぱりそのリーダーについていくものとしては、うんうん、なんていうの、やっぱりそこが一つの頼り、なんていうんでしょうね、よりどころというか、頼りどころにはなるかなっていうか、自分もこれやってていいんだって思えることになるかなとは思いますね。確かにそうですね。なんかその、うん、それこそ言葉じゃないけど、その態度で見せてくれるっていうところはかなり力になりますよね、メンバーとしてはね。なる。逆にね、あれだよ、なんかこっちが一生懸命頑張っててもさ、本当にありがとうの一つもないとか、うん、結果がなんか結果が出る前にこれどうなってんだみたいな感じで言われると、まあモチベーション崩れるっていうかね、本当ね、この野郎を通り越してね、絶対なんていうのかな、もうなんか別にうまくいかなくてもいいですけどね、私たちはってこういう風にさ思っちゃったりするから、やっぱりね、人徳は大事よ、リーダーの、うん、それはある、ね、ある程度の人徳はね必要よ、あなた。なんかうまくいってる時は別にリーダーいなくてもなんか回りますもんね。でもなんか何かトラブルが起こった時とかに、そう、ここは任せてってやってくれると、ね、こう進めるっていうか、うんうんうん、それはありますよ、あるかな。そうですね、まあ、逆に言うとね、ローズなんかはそういったリーダー
リーダーになることの方がすごい多いんじゃないですか。今ね、世界運もそうですけど、いや、もう立ち上げた手前ね、いつも誰かやってくれないかなって思って、なんとか回してますけど、まあでも、ね、そういやでも上手、本当に上手だと思います、ローズは。本当？ね、はい、うんうん、なんか采配というかね、その、うん、予定立てだったりとか、すごく上手だと思います。うん、そうですよね。多分予定立てるのは自分自身が得意だから。うんうんうん、今それの延長で多分できてるけど、うまくみんなを引っ張っていけてるかなとって考えると、すごいもう常に自分でダメ出しだし、本当課題山積みって感じで。あ、そう、そこはでも見えてますけどね、私たちからは、うん、ね、うんうん、すごくそうですね、ありがとうございますはい、私ね、でもね、こう今日リーダーシップの話ですけど、私ね、うん、最近あのパリピ孔明にちょっとハマってるんですよね。あの、あ、漫画アニメですか？あ、で今ドラマもやってるんですよ。え、そうなんですか？知らなかった。で、私は参謀役がいいなと思いながら、うん、あれちょっとだからね、まあね、孔明もリーダーっちゃリーダーですけど、憧れるタイプですかね、うんちょっと違う話になっちゃいましたけど。いや諸葛孔明、ね、私見てないのよまだパリピ孔明は。なんかぜひぜひ面白いな。意外と意外とね、ちょっとタイトル見た時、なんだこのタイトルはと思ったんですけど、読み始めたらちょっとハマってしまいまして。わかる、私も。あ、そうなんだ、うん、まだあの連載の段階の時に見てて、いや面白いけど、うん、これはなんか漫画で、うんうん、漫画止まりなんじゃないかなと思ってたのに、なんかアニメになったり、なんかしかもアニメのね、うんうん、オープニングのパラパラがさ、なんかみんな TikTok で踊ったりとか、そう、なんかさ、ドラマになったりとか、マジかと思いましたね。孔明の力すごいなと思いましたけど。すごいね。そう、孔明はすごいんですよ。いろいろね、なんとかの作とかね。あれをね、はい、世界ウーマンの中にも取り入れていかないといけないですね。諸葛孔明が降臨？世界生まれのいろんなね、そう、あの策やら術がね、はあはあはあ、すごいんですよ。そうなんや、読みたいと、はい、まあ、でもね、うん、そうそう、今回ね、私たちはこのコラムの話をする前にね、はい、なんかそれぞれのこのリーダーのタイプ診断っていうのをね、さとこさんからやってみてと言われてやってみたんですけれども、はい、その時に私たち、なんとさとこさんと私は同じタイプだったんですよね。そうでしたね、はい。でローズは別のタイプだったんですけれども、ちょっとこの辺についてさとこさんの方からちょっとご紹介してもらってもいいですか。承知しました、はい。こちらですね、はい、まあ、みんなリーダーね、いろんな個性があるかと思うんですけど、ここでは4つのタイプのリーダーに分かれております。で、あの、私とリサさんがね、当たったと言いますか、診断が出たのは自由型リーダーというものでした。で、こちらの自由型リーダーさんはですね、雰囲気を大切にして周りに活気を与えるリーダーということで、この自由型リーダーの特徴は、まあ、想像力が豊かでポジティブ、楽しいことが好きでエネルギッシュ、細かいことは気に留めない、計画を立てたり、計画通りは苦手、そして飽きっぽいというのが特徴でございます。当たってるね。当たってるね。そうですね、まあ、なので人と気軽にコミュニケーションを交わしたりとか、まあ、楽しい感じの人だったりとか、あとはまあ承認されるのが好きっていうような感じの、人なんですけれども、やっぱりここの強みがね、あの魅力と影響力ということで、まあ、そういったところで人を巻き込んで、影響を与えていくリーダーというような形ですね、はい。そしてそしてここ、ローズさんが当てはまったのは統率制御型のリーダーでしたか。はい、はい、こちらちょっと紹介してもらってもいいですか、ローズさんから、はい、こちらはですね、まあ、はい、一言で言うとチームを束ね、統率してチームを導くリーダーだそうです、うん、まさにじゃない。まさにだよね。そう、行動的で自分が思った通りに物事を進めることを好みます。過程よりも結果や成果を重視します。リスクを恐れず目標達成に邁進します、うん、他人から支持されることを何よりも好みます、はい。このタイプのリーダーはスピードが速く自己主張が強いことです。頼りになる親分肌の人が多く影響力があるリーダーと言えます。いやでもね、私これね半分当たってるけど半分当たってないと思います。あ、そう、
うん、結構想定外のことも楽しみます。でも半分は何リーダー、半分はコントロールします。コントロールやっぱ計画立ててこうそこに向かっていくのは好きなんですけど、うんうんうん、この途中のこともまああるかなって、そこも想定なのかな。なるほどね。あ、はい、そうかもしれないね、大きなね。なるほど、うん、ちょっと急いで診断やったからちょっと違うかもしれないけど、まあでも半分は当たってます。はい、ありがとうございます、はい、そしてあと2つですね。でもう1つは、関係重視型、これ関係重視型じゃちょっとリサさんから案内してもらおうかしら。はい、見れますか？はい、関係重視型リーダーは人間関係を大切にし人とのつながりを作るリーダーということでですね、特徴は、うん、はい、人のサポートをすることを好む、指示待ち傾向だが協調性が高く素直、うん、その場の雰囲気や空気を読む、リスクやチャレンジは苦手、自分の目標は達成にはあまり関心がないと、関心があまりないと、はい、いうタイプですね。はい、なるほど。コミュニケーションが得意なタイプですかね、じゃあ。そうですね、そうですね。なんか我慢強くノーと言えないっていうところもありますけれども、まあ、でも人の期待に応えたいっていう気持ちが強いんでしょうね。うんうん、なるほど。はい、気配りもできて人の期待に応えたりとか、あとは争いを避ける傾向にあるという、まあ、そういった。なるほど、仲介型とも言えそうな感じですね。なんかそうです。そうです。はい。はい、そして4つ目のが、戦略重視型リーダーになりますかね、うんうん、はい、こちらは的確かつ効率よい戦略でチームを動かすリーダーということでですね、行動は慎重なんですけれども、多くの情報を集めて分析して計画を綿密に立ててそれを実行していくタイプですね。そして客観的で冷静、変化や計画外にはちょっと弱いんですけれど弱いと、ただアウトプット特に相手に伝えることなんともちょっとは苦手かなというのがあるそうです。ただやはりこちらの、タイプのリーダーの強みは客観性と分析力、まあ、データですね、データ、うん、数字がこう出てるんでっていう、まあ、確かにみたいな感じの、うん、そういった、はい、感じで引っ張っていく、まあ、現状の、はい、あれですね、現状こうだからここをこうしましょうっていう説得力は高いタイプかもしれないですね。そうですね、はい、といった4タイプがありましたけれども、はいはい、リスナーの皆さんはどういったリーダーが当てはまったでしょうか。とにかくね、私と佐藤さんの自由型リーダーは特徴に飽きっぽいってあるし、このタイプの判断材料も飽きっぽいって書いてあるんでまあこれがすごい主張されてるっていうところが気になりました。はい、でもね、思ったほど飽きっぽくないとも思うよ、うん、ほらこのチャンネルだってさ3年やってるわけだしさ、いや、これはね非常にね、私がね、はい、もう前面に押し出していきたい継続力です、はい、本当にね本当そうですよ ね、はい、本当に、うん、でもこれチームだからよ、そうチームがあるってこその、うん、動いてこその、そう、ね、はい、3年ですから、ね、本当それはある。だからなんかこう、うん、やっぱチームってすごいよね、すごい、ね、いろんな人がいてやっぱその力を発揮することによって相乗効果がすごい、わかる。私もね、だから今さ会社もなんかちょっと、ま、管理層が増えてきたんだけど、社長のためには頑張れないけど、うん、チームのためには頑張れる、うん、なんか人望人徳がもうねやっぱり人徳そう、社長に言われたら、ね、あでもあもう今日ちょっと時間なんで帰りますとかって言えるんだけど、仲間がまだ残ってたりとかしたら、あまだやってる、なんか手伝えることあるとか言ってさ、仲間がまだ、そう同じ時間だったらまだちょっと彼らと一緒に残ったりとかしちゃうかな。なるほど、優しいな、うん、すごい、はい、このリーダータイプ診断楽しかったですね、はい、すごく勉強になりました、はい、で私は今回のそのリーダーについて考えてたら、なんかリーダーがやってはいけないことみたいなページとかあって、うん、これ読んでたら、うん、あれこれ母親業となんか共通する点多くないってちょっと気づいたんですよね、うん、そうなんだ、はい、でそれで調べてみたら、なんかその点についてまとめてるページもあったので、うん、ちょっとここに、うん、ここで紹介したいと思います。あ、してして、はい、母親が優れたリーダーになれる理由の5つっていうものがあったので、うん、
で、その5つですね、はいはい、まず1番忍耐力があるからあるね、はい、あの我が子の面倒を見るかのような忍耐力があるからということでですね、うん、はい、まあ、どんどん進んでいきますね。で2番、それぞれの性格に合わせた対応ができるから、おお、うん、そうですね、まあ、全ての子供が違うようにあなたのチームメンバーも一人一人が異なると、うん、でまあ、性格とかね、はい、人生も違うけど、まあ、それも建設的な方法で前に進むためには共感しながら、いい方法で解決するっていう方法を見つけられるっていうのが、まあ、お母さんの職業で、うん、お母さんのやり方でもありますよね。それで、うん、はい、共通してますよねっていうところでした、はい、うん、で3番、時間を管理することに優れているから、これは、うん、まあそうですね、お母さんはまあ子供の忙しいから ね、うん、専属マネージャーみたいな感じですもんね。お迎えの時間に合わせてね、そうそう、段取り組みますからね。そうですね、はい、うん、これすごく納得しましたね、はい、そして4番、うんうんうん、信頼関係の構築が上手だから、あ、もうこれはでもね、うん、もう本当にもうやらざるを得ないじゃないですか、子供だとね、もうずっと長くいて、うん、信頼関係築いていくじゃないですか、うんうん、まあでもそれをやった経験があるからこそ、逆に会社の人ともね、チームの人とかとも、うんうん、はい、信頼関係を築く手段が分かっているっていうところでうまく築けるんじゃないでしょうか、うん、はい、そして最後、うん、自身の行動が模範になることを知っているから、あー、なるほどね、あー、それは結構確かにそうかも、そうですね、子は親の鏡って言いますもんね、本当ですよね、うん、もうね、口癖とか、ね、何この口癖ってね、思ったら私の口癖だったりするんですよね、そうそうそう、やばいとかね、いやでもだからお母さんすごいじゃん、そう、お母さんをリーダーにしよう、みんな、お母さんをリーダーにしよう、うん、5番とかぐさっときますよね、本当に、自分自身の行動が模範になることを知っているからって、こう言われて気づいたけど、確かにそうだわ、言われて気づいたやっぱり家の中でお母さんってリーダーですもんね、そうですね、気がつけばなんか夫を立ててるつもりが、うん、いつの間にか、うん、家庭内ではリーダーになりがちだと思いますわそうね、そうそうそう、うん、そうですね、まあ、子供と同じように部下にも影響を与えるということを理解していると、なんで自分の行動に責任を持ってそれについて意識的に考え努力をしているリーダーは常に前向きな状況を作り出せるでしょうということでした、うん、はい、まあね、だから同意、本当に なんだっけな、何年か前に見たけど、お母さんのチームリーダーみたいな人が新人の若い男の子に、もうこれなんとかって、うん、ママ何回も言ったでしょって言って同じように職場でついママって言ってしまったっていうわかる、私もね、やっぱ10歳以上年下の特に男の子だったらちょっと半分息子みたいな感覚で話しかけてる時あります大丈夫とか食べてるとかそんなことまで心配しちゃったりしてちゃんとご飯食べてるとかね、うん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 、はい、ちょっと脳がバグっちゃいますよね、本当に会社にいるとね、うん、なんかもうお母さんなのか、そうかそうか、はい、なるほどね、母性本能も必要なのかもしれないね、リーダーシップにもしかしたら、そうですね、確かに、ね、うん、意外と男性でもなんかあんまりそのたけだけしすぎる人より、うんうん、ちょっとこう母性反応本能があるような人、うん、目の見のいい人の方がついていきやす、うん、あ、確かにそれはある、うん、ですね、母親業のこう経験ももうちょっとこう仕事の場で、うん、社会でもね、こう認められるっていうか、うん、もっと活かせる場があるといいですよね、そうですね、まあ、子育て中はちょっとね時間がないのかね、あれだけど、まあ、そんと時間も取れるようになって、うん、あと子育て終わった女性って最強なんじゃない、やっぱりそうよ、それにね、早く世間はね気づくべきだね、ね、本当、うん、ですね、ようやく気づき始めたかみたいな感じでね、女性はねそうやってのしのしと世界に出ていくといいと思う、世間にのしのしとね、そう、うん、ようやく気がついたかね、はい、つって、うん、そうですね、はい、うん、はい、ではそれではですね、この辺でコラム振り返りたいと思います、はい、はい、今回のコラムは2023年9月20日
アメリカのハワイ在住トギヤミツキさんが書いてくださったコラム、看護師国際サミット開催までの道のり、道のり2、イベント開催で学ぶリーダーシップというコラムからおしゃべりしていきました。はい、はい、今回こちらのイベントについてもページがあるので、こちら、そうですね、ロッツさんの方から軽く教えていただいてもよろしいでしょうか。はい、日時はですね、2023年11月12日日曜日朝の9時から、夕方の5時半までですね。会場は、東海大学伊勢原キャンパスとなってます。であとオンラインで参加することもできますので、まあ遠く遠方に住んでる方もぜひぜひオンラインでご参加いただけたらと思います。ね、きっと今までこう、ね、興味がある方とか特にすごくいい機会なので、私も、ね、できたら参加したいなと思っています。そうですね、申し込みの締め切りが結構ギリギリまで OK で、日本時間2023年11月11日夜の、18時までって書いてありますね。はい、なんで、はい、予定を、ね、ま、見て、はい、申し込みいただければと思います。はい、はい、それではここまでのお相手はナビゲーターの本田理沙と、事務局の周佐とことファウンダーの藤村ローズがお届けしました。ありがとうございました。世界ウーマンのウェブサイトは www.sekaiwoman.com、www.sekaiwoman.com です。エピソードの概要欄にも URL を記載しています。取り上げてほしいトピックなどございましたら、世界ウーマンサイトのお問い合わせフォームからお寄せくださいね。それではまた次回をお楽しみに。最後までお聞きいただきありがとうございました。